はい、こんにちは、スプラトゥーンの梅ちゃんとベルちゃんですということで、今は世界で2番目に大きい教会の近くのマリア様のマーケットに来てます。マーケットに来てます。めっちゃでかいし、もう全部かわいい、なんかいろいろがあるよね、面白いものが、ね、別々で別々に行くの。別々に行く。そしたら傭兵は私のためになんか買ってくれる、で、私は傭兵になんか好きなもの、私も好きなものを買ってあげる。夫婦でじゃあプレゼントを買い合う企画。 OK、 じゃあレッツゴー。じゃあ俺最初ね、5分 OK、 5分 OK、 5分、パーッて。はい、ドキドキ。まあ、ベロちゃんといえばピンク、なんかある？やばくない？これよくない？これはまあなんかサプライズ、え、こんなのかよみたいな、ちょっと一回がっかりさせるプレゼントで、もう一個ちょっといいのかを。ロサ、オトロロサ。エスタ？チェンジ。エスタ？チ。これ？チ。ベロのお姉ちゃんはこっちがベロが好きだって言ってて、俺はこっちだと思うから、とりあえずこれにしよう。で、ベロが選ばなかった方をベロのお母さんにプレゼント。ベロのお姉ちゃんのご飯をかけて、ベロがどっちを選ぶか。待って、ベロ待ってるから。はい、ということで僕は買い終わりました。ベロちゃんのターンです。早かった。早かった。私なんともよく分かってるから多分早いかもね。私の番です。で、ヨヘに何を買えばいいのか大体分かってる。一つはね、なんか帽子、いつも帽子を探してる。でも一つはパンツがいつも落ちるから、それはベルトあればベルトがいいか、大体その2個かな。じゃあ帽子ないな。帽子、こんなちっちゃい帽子しかない。持ち合わせたヨヘに好きだけど、あらけたい。70ペソ。 OK、 めちゃぐらい。多分マスクが好きかもしれない。 T シャツ、あー難しい難しい。ヨヘ、私もプレゼント買った。もうちょっと目つぶって出す。 OK、 見せる。 OK、 OK、 じゃあ3、2、1、出す。かわいい。何これ、ベルトじゃん。ベルトで、なんかいつもさ、動画撮るときなんかってやってる。やってる。メキシコです。で、ちなみに1個です。1個はベルのお母さん。本当に？で、俺とベルのお姉ちゃんで、ベルがどっち選ぶだろうっていう風にやってます。あ、そうなの。さあ、ベルちゃんどっち選ぶでしょう。お、ベルが好きな方を選んでください。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。ありがとうございます。